キムソニオンは、大韓民国継承北道英徳軍出身の女優。映画監督のイスンウォンは夫。中学校3年時に、国語の授業で演劇をする機会を得る。その際、演出をしなければと感じ舞台演出家を志望したが、後に、俳優志望に変更。関林大学校で哲学を学んだ後1995年に、舞台劇、演劇が終わった後に、で、俳優としてデビューした。 2005年には恋の潜伏捜査に出演し映画デビュー。2014年には MBC 放送のホテルキングでホテル従業員のソムンジョン役、TVN 放送の花爺さん捜査隊で主人公の母親役を演じ39歳でテレビドラマデビューした。また同年夫イスンウォンと共に劇団鍋を設立している。2015年 応答せよ1988で、ソネとジンジュの母親役を演じ、APAN スター・アワーズ演技賞にノミネート。2017年には夫・イスンウォンが演出する、コミュニケーションと、嘘に出演。同作品での演技で、翌2018年に、トゥルコ映画賞女演賞及び春誌大賞映画祭、女演女優賞を受賞した。トゥルコ映画賞での受賞は、生涯初の演技賞受賞となった。 2020年、愛の不時着で、北朝鮮軍陸軍少尉の妻で社宅村の人民班長であるがウォルスクを演じ、第56回百草芸術大賞、最優秀女演女優賞、第7回 APAN スターアワード女性演技賞を受賞した。夫イスンウォンとの間に一子がある。出演作品は、個別に注釈があるもの以外はによる、一部、企業名をクリックすると、 CF の動画ページに飛びます。ありがとうございます。